給油中、たくさん飲んでね。あ、ちなみにこれ僕のバイクじゃないですからね。手袋よいしょ。あ、グッサンだ。あのライダーは超楽しい。これ僕も今日カメラ係ですから。バイクはちょっと一身上の都合で失念しておりまして何買おうかな、困ったな。あ、手袋だと全然ボタン触れねえ。いやでも後ろも楽っすよ、結構座ってるだけなんで。あ、 ETC ありますね。いや僕の ETC カード今日は使い放題ですからねそうですよ、僕を後ろに乗せると漏れなくついてくるらしいっすあ、なんかレーンが動いてないっすね。あ、そう、ガソリンもちょっと補助金普及してますね。そうっすね、やってますので、ぜひぜひ。だんだんカーブの仕方が分かってきましたよ。だんだん分かってきました。もうとりあえず顔向ければ OK かなっていう、分かってきた。バイクの後ろ乗ることってあります？普段。いやー、これはバイクの後ろないです。ないですよね。意外になんか乗せることはあるんですけど、こういう気持ちだったんだなーっていうのは分かりますね。背もたれないととりあえず死にますね。全然違いますね、これめっちゃ楽ですもん。あー、ここいつもまっすぐ行っちゃうけど左行くんですね。チャリダーが布団を干してる。いや今日布団干したらめっちゃいい匂いしますよめっちゃ干してますもん今、上の人たち。ほら布団干してる。俺も出してくればよかったな確かにキンキンに冷えてやがるですよね。僕もお初です。こっちまでは来たことないですね。もう伊豆にすぐ行っちゃうんで寄り道っぽいことはないですよね。でっかいショット。優しく、優しく。もうただ上限があります。8台以上は打てません。8台ギブアップです。あ、これもいい、これもいい。行ったんじゃない？行ったんじゃない？これ。あ、いいよ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 。はい、じゃあ行ってらっしゃい。はい、出てよ。入った。じゃこれグッサンいいっすよ、もう。ナイスバーディー。バーディー来た。まあそこでミスるような男じゃないですよね、グッサン。強め強めで。お、いいよ。音がいいっすね。それでも弱いんだ。半分ぐらい。次僕か。あれ今マスクさんが一番スコアいいんですよね。ダフったよ。オーライオーライオーライ。さあ乗りますわよ。近道に戻る感じで。おいしょ、どっこいしょ。オッケーっす。はい、オッケーです。超スムーズ。ふぅ、音がやべえふぅ、うわー、すげえすげえ。ふぅ、うわー、重力すげえ。ジェットコースターより楽しいですよ。ペンギン、あ、ほんとだ。ペン、あれペンギンですか？あれ、いや、あれ鳥、ペンギン、ペンギンっす、ペンギン。あれ
ペンギンっていそうっすけどね。あれもペンギンじゃないですか。あれペンギン、ペンギンだ。上のなんだろう、あれハヤブサみたいな飛んでる、カラスじゃないな、あれな、トンビ系ですか。トンビ系ですよね。すごい裏道。Google 先生本当かなこれ。大丈夫ですか、こけないでくださいよ。こけないでくださいよ。降ります？いや、足で下がります。行けます？僕座ってるだけなんで。なんでこの俺の技量を試そうという。ちょっとこれ邪魔なんで上がります。少々お待ちを。参拝終了を。怖え今の鉄板。うわ怖い怖い。でも今別にそのタイミングだって俺多分止まれない。あれは止まらないなみたいな。なんか逆光になっちゃうんだよな。おやおや、到着したけど。これは嫌な予感するぞ。バイクのカフェおじさんとツーリング中。ご案内中でございます。口がないから飯を求めて。いや、グローブなくても全然あったかいです。カエル仕込んでんで大丈夫だ。ポジティブポジティブ。本当に何だろうな、もうポジティブになるしかない。グローブ落としました。ちょっと年始からいいことないな、バイクに関して。まゆみのラーメン、うまし。うまかった。うまかったっすね。うまかったっす。まゆみ、奥さんまゆみって言うんすかね、やっぱり。あー、奥さんの名前なのかな。もしくは、あの、旦那さんの元カノ。愛人ダメっつって。伊豆スカイライン170円。さあ、お財布もしまったし、行きましょう。星めっちゃ綺麗だ、やべえ。いやー、 GoPro に映ってねえけどこれやばいな。写真撮れねえかんない、僕のじゃな。あ、映んないですか。映んないっすね、これはやばい。確かに。まさか雪があると思いませんでした。あー綺麗だな。いいな、後ろ。後ろ見放題だな。はぁ、うん、水たまり凍ってた。マジっすか。通行券なくても大丈夫だよって言われました。だって雪すげえもんだって。マスター、あー雪あるわ。あれ、グッサンどこ行ったんですか。あ、いたいた、グッサン。こういう道を走んなきゃいけないですよ。これ行って、